でまずベージュからいきます。ベージュは電源線の多分プラス赤線につなぐので、今電源を入れた状態でここで光れば OK。 ベージュここ当たります。はい、光ってます。はい、皆さんこんにちは、車の大自然カカカシノピーです。今回は久々にね、電装関係をちょっとやっていこうと思います。今回取り付けるのがこちら、じゃーん。これで何か分かる人、これは50プリウスの車種専用のシフトになります。通常シフトレバーになっているんだけども、それをまあボタン式のシフトに変えますよというキットで、まあ取り付けも結構簡単そうなので、これの取り付け交換をやって実際にまあ使ってみてどうなのかというところまでやっていこうと思います。そしたら早速車へレッツゴー。はい、そしたら今回取り付けていく車がこちらになります。50プリウスの後期型になるのかな。で今回取り付けるシフトなんだけども、取り付けられるのが、まあ、50の前期後期、あと52だから PHV もいけるのかな。ちょっとプリウスには詳しくないんだけども、50型のプリウスだったら取り付け可能ということです。そしたらまあ早速シフトどんな感じになっているのかお見せしたいと思います。はい、室内にやってきましたと。で純正のシフトノブがこちら、こういうタイプね。これが純正でついているやつで、今回交換するのがこちらボタン式のタイプ。もうポチッと押すだけでシフトが入るという形になっております。で作業的にはこれを外してこれをつけると。でまあスイッチは移植する形になります。で取説こんな感じでついていて、交換方法も書いてあるので、これに従ってちょっと取り付けていくと。けどやっぱりね、この静止画だとね分かりにくい部分もあると思うので、僕が順に一個一個やっていくので、もし購入して分からないなと思った方はこの動画を見てもらえればいいかなと思います、という感じです。で必要な工具っていうのがあって、パネル剥がし、内張り剥がしみたいなやつだね。それとあと養生テープ、プラスドライバー、マイナスドライバー、10ミリのレンチが必要ということになります。そしたら一つ一つやっていきますか。1番運転席のアンダーカバーを固定ネジ2本を取って外します。運転席側のアンダーカバーっていうのがここじゃなくてこの下のことです。でネジが2本、それがこの右とこれね、あとこっちちょっと見えにくいんだけども、ここに1箇所あります。まあ、そんな難しいところじゃないので、ここは簡単に外せます。おそらくここになんかポッチがあるので、これを押しながら下に下げてあげる。そうするとこのようにペロンとなります。これを外せばカバーが外れます。で続いてセンターコンソール左右のパネルを外します。で時間計っておこっか。ただいま1時、まあ、約50分だね。まあ、ここを手突っ込んでもらって、運転席側の方にちょっと引っ張ってもらうと、この前側も一緒に取れるんですよね。こういった感じ、これは前に引っ張る感じで、クリップなのでそんな、まあ、面倒ではない。力づくこれも引っ張れば取れます。これが奥に刺さってて、このクリップがここに刺さっている。ただそれだけ。これ運転席側取れます。はい、続いて同じように助手席側も外していきます。はい、簡単と。じゃあ続いての項目がハンドル下のカバーを左側だけ外します。 OK です。はい、ハンドル下のカバーっていうのがさっき外したところの上の、この ETC と書いてある部分で、これがこの左側だけを外します。ここはねクリップこういった感じ。 OK、取れてるね。ダッシュボードカバーっていうのがこのナビ周りのこの部分、これを外すと、あ、外れる外れる、おお外れたよ。全部クリップですね。で後ろのカプラーを外します。外れました。まあ掴むところもあるし、ある程度本当もう手前にバゴンと引くだけ。今のところね、内張り剥がし使っていないので綺麗に取れていると思います。続いての作業がシフト部を取り付けられたカバーごと外します。で注意、しっかり固定されているのでサイドを持って慎重に作業を行ってください。この部分に関しては引っ張る場所がないので内張り剥がしを使ってやってきます。で不安な方は、まあ、余剰かなんかをしてください。軽く隙間を作って入れてあげる。そうするともうお隙間が勝手にできます。でパコッとパコッと、思っていた以上に簡単に外れました。で
シフト周りのこの辺は EV 系のスイッチだね。あとパーキングのスイッチ、このカップラーを外します。続いてこれの注意点にも書いてあるんだけども、ここの長さもすごい短かったんですけども、無理にこれ引っ張ると切れる可能性があるので、ちょっとずつ外してあげてください。 OK でしょう。続いて、今外したカバーの後ろ側のカバー、これを外します。あー、もう手前に引っこ抜くだけですね。今ちょっと引っかかって傷つきそうだったので、これもぐるぐる回せば外れるので、これ外しておきましょう。で抜くと下側がついて外れた。今外れなかったのは、この下側がさっき取ってたこのサイドのところのこの中央にあるこのカバーね、これと下がくっついていたので外れなかった。で一回戻して、この下だけをちょっと引っ張ってあげるとこれと分離するので、分離したら外れるようになりました。これも引っ張るだけです。 OK。 なんかね、今注意点見てたら同形状のコネクターがありますので、間違いないように必ずマスキングしておいてくださいという記載がありましたと。まあ、外した時に例えばパーキングですとか、あと EV のスイッチですとか、エアコンのとこですとか、まあ、一応そのどこの部分のコネクターなのかっていうのは、まあ、マスキングして貼っておくと一番いいのかな。やってないけどね、一応注意事項として書いてあったのでやっておいてください。続いてシフトレバーユニットをナット3本ハーネスクリップを取って外します。これね、分かりました。先にこのシフトを外します。これごとナットは1、2とあとこっち側にもう1本3本あります。でこっちにね、ちょっとこのハーネスがあって、そのクリップがついているので、これも外す必要があると。このクリップを取るやつ、これを持ってきたので、これを使って根元に入れてあげる。で、テコの原理で外す。 OK でしょ。あとは5ミリ、あと10ミリ持っていきますか。ちょっと外していきます。2個、3個で、ナット取った後、シフトレバーユニットからケーブルを外します。で、外したケーブルはシフト用と分かるようにマスキングをしておくと。この裏側ね。はい、これです。で、もう取り外し作業はこれにて終了。あとは、おやつを取り付けていくだけなんだけども、スイッチとかこれついていないので、純正のものから接続をします。はい、室内に来ました。今回交換するのが、こちらで、今取り外したのがこちらで、こっちスイッチついてて、こっちにはついていないので移植をします。シフトパネルから P ポジションスイッチ、パターンセレクトスイッチ、クリップ5個外します。クリップの移植なんか初めてだわ。簡単そうでなかなか取れないね。おお、取れた。はい、こんな感じで爪5個取れました。取り方はね、よくわからない、適当に取っちゃいました。で、あとスイッチを移植するんだけども、このスイッチは爪がね、これ見えるかな、ここ1,2,3,4 4箇所かな。で、こっち側は2箇所、このカバーのところに何か物を入れてあげて隙間を作ってあげるタイプのクリップでしたと。で、これ注意してもらいたいのが、ここね、この隙間にこういった、まあ、内張り剥がしとかを入れてちょっと隙間を作ってあげる。で、こっちの指反対側から押してあげる。それで取れるんだけども、ここをテコの原理で思いっきり開きすぎるとこっち側が割れちゃったりすることがあるので、そこは注意してください。で、ちょっと押すと、もうこういった感じで外れています。で、片側だけ一気に外しちゃうと斜めになって反対側がすごいきついことになっちゃうので、ちょっと押してあげて反対側に移動する。もう片側は取れました。あと片側を軽くこじって下から押してあげると、こういった感じで取れるということですな。全工程で外した P ポジションスイッチ、パターンセレクトスイッチ、クリップ5個を本製品に取り付けますということなので、これをつけていきます。向きを合わせて後ろから入れるだけ。これは簡単ですね。これも簡単につけますね。もうほぼできてますよ。で、忘れずに外したクリップ、このオレンジのやつね、これを移植します。これも差し込むだけ。よっこらしょ、どっこいしょ、よいしょ。1,2,3,4,5とスイッチ2個取り付け終わりました。はい、車内に戻ってきたので、続いてこちらだよね、シフトのカバー部を取り付けますと。っていうことはナットを使いませんな、これ自体もういらないってことね。ああ、なるほどね。しかもナットここつけとこう、なくさないように。例えば純正戻しするときとかに一応ここにつけておく
で、これを戻すと。よし、ここでいいかな。もうちょい入りそうだね。よし、入った。よし、入った。で、奥も下側。あ、ベリーグー。ここ、下のさっき言ってた真ん中のやつはちょっと手前に引きながら、ちょっと奥に入れた状態でバコンとはめる。で、その後に手前からバチコンとはめるだけです。で、終わったらシフト用のケーブルを取り付けます。これをカプラーで差し込む。で、これ注意点があって、パノラミックビューモニターっていうのがプリウスついてるみたいなんですけども、非装着車とあと装着車で電源の場所が違うみたいで、パノラマミックビューモニター装着車の場合はパターンセレクトスイッチコネクタの6番と9番から電源を取るということになっています。ちょっと遠いね。一回シフトのコネクタを外します。ちょっと面倒だけどこれ外します。で、ここでちょっと作業しないと無理だ。6番と9番、9番の白黒の線を電源線黒につなぐ。白黒？これ多分灰色だよね。はい、とりあえずちょっと今仮付けをしてるところなんだけども、カプラーね、そもそも僕見てるカプラーが違かったな。奥のカプラーはシフトのカプラーでした。このセレクトスイッチじゃなかったと単純に勘違いをしておりました。けどカプラーのこの向きとこの配線の位置が違う。場所はちょっと取説と違かったんだけども、配線の色は合ってそうなので、ベージュに赤線で白黒に黒線をつなげます。で、多分これつなげなくてもこのシフトのここが光るかどうかの話なので使えるとは思う。で、一応機能としてついているのでつなげていこう。これですね、ベージュ、これ赤線で、エレクトロタップがついているのでこれでつけていきます。っていうことは電池的なものも必要になってきますよね。止まってます。で、この白黒線に黒をつなげると。はい、つなぎ終わりました。いいね。で、外した時の予約の手順で戻していっちゃおうか。で、配線これタイラップとかでまとめて奥にしまってください。そしたらちょっとエンジンつけてみよう。あ、光ってるわ。ディアニュートラルドライブで B、 レスポンスもいいね。しっかり切り替わっています。で、このスイッチ自体ね、こう触ってみればわかるんですが、へこんでるスイッチになっていて、で R が他の部分と比べてちょっと高さがある。なので、まあ、見なくてもっていうとおかしいけどね、まあ、見なくても全然大丈夫ですよ。で、これはまあ純正と同じで、リアっていう後退ねは走行中は入らないと。で、これが設定で色を変えられるみたいなんですよ。ちなみに今の時間が15時47分っていうことは約2時間。作業的にはね、そんな正直めんどくさくない。2時間もかかる作業じゃないんだけども、ちょっとね、今回は配線を調べたりしたので、まあ、1時間もあればまあ、簡単に取り付けられるかなと。配線が先にねちゃんと分かってれば問題なかったんだけども、ちょっとねトラブっちゃったので時間がかかっちゃいました。で、なんか制限みたいのが結構あるみたい。ポジション変更時の制限事項っていうのがあって、ブレーキペダルを踏まずに P から他のポジションに変更しようとした場合、これ今ブレーキ踏まずに他のとこ、あ、これは切り替えられない。この向こうのモニターにも出てるね。で、続いて前進中に R に変更しようとした場合は N になります。交代中に D に変更しようとした場合も N で、 R から B に変更しようとした場合 N、 あ、基本的に N に入る。で、その押したシフトには入らんということですね。しっかり停止をしてブレーキを踏んだ状態じゃないといけないということですね。で、イルミネーション設定というのがあります。RNDB と、あとこの裏の間接照明の色が変えられますよと。やり方はイグニッションオフの状態で R と N を押しながらパワースイッチをオンにします。で、 R 点滅してますね。これがイルミネーション設定モードで、 N で色を変更。お、なんか青くなった。赤、こうオレンジかな、黄色、緑、白、
これ水色か。あ、まあいろいろあるっていうことですね。明るさ D または B で明るさも調節できると。あ、確かに明るくなったね。 D を押すと明るくなっていく。で B を押すと暗くなっていく。まあマックス明るくしとこうかな。こっちの方が分かりやすいね。ピンクにしちゃおう。でこれが終わったら R で確定。はい、続いて N が点滅します。でこれ N がまた色変わるってことだよね。決定。これも明るくしてピンク。エロシフトにしよう。でもう一回 R で B まで行ったら次間接照明の方行けますよ。はい、こういった感じで今後ろの間接照明が光っています。マックスで N で色を変える。であとは R を押して間接照明の点灯パターン、この前灯今ずっと光ってる状態か N で変更。ホタル、あ、こういうモヤンモヤンっていうパターンかショート。いや、なんなら前灯でしょ、これだね。で R を押すと通常モード。 OK、とりあえず設定終了です。そしたらちょろっと運転してみて使い心地を見て終わりでいいかな。そしたらちょっと走らせてみますかね。エロエロピンクいきます。うん、スムーズスムーズですよ。で、まあ普通運転中に B とか N とかあまり使わないかな。 R、D、Pぐらいしかハイブリッドを使わないような気がするんだけど、どう？で、まあ走行中にシフトチェンジすると、まあ、切り替わんなかったり、あと N になるのかな。うん、問題なさそうだね。でこのままバック入れますか。うん、いいよ、結構使いやすいです。はい、 OK、 問題ナッシング。はい、そしたら敷地内なので走行中に、R と P 本当に入らないのかちょっと確認してみます。はい、動いてますよ。 R、 N に入りましたね。 N レンジに切り替えました。 R にする場合は停車してからにしてくださいと。で今止まってる状態で R 入れる。はい、バックできますね。で D で次 P 入れてみます。 N レンジです。停車してから切り替えてくださいっていうのが出ましたと、なるほどね。感覚的にはまあ普通のシフトに比べてこのシフトチェンジがしやすいっていうのかな。スムーズにプリウスとかだとあのシフト入れたと思って入ってない時とかたまにあるんだけども、それがこのボタンしっかりポチって押したことによって切り替わるっていうのがあるので、そこら辺は入ってる入ってないっていうのがまあ分かりやすい。まあここを分からなかったらもう運転する資格ないとは思うんだけど、うん、まあそれよりあとは見た目かな。 OK、 なんとなく分かりました。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回は50プリウスのシフトのところをシフトレバーから電子スイッチに交換してみましたと。でまあ注意点はどうだろうね、やっぱりカプラーを外したままエンジンをかけないこと、これかな。カプラーを外した状態でエンジンをかけてしまうとハイブリッドシステム異常っていうのが出てしまうので、まあ、ディーラーに持っていかなくちゃならなかったり、まあ、解除する方法もあるんだけども、エンジンを3回、まあ、オンオフするとシステム異常っていうのは消えるんだけども、やっぱね不安が拭えなくなっちゃうと思うので、まあ、カプラーを外したままエンジンはかけないこと、まあ、それぐらいかな。まあそんな難しくないかな。やっぱトヨタはね、あの外しやすい、手でバコバコ外せるのでその辺はすごいいいかなと思いました。であとちょっとね謝らないといけないことがあって、カプラーの、あの配線の色がちょっと左右逆ですよっていう
お話をしてたんだけども、まあ僕が悪いんだろうね、カプラーの見方が悪かった。僕はあの配線がこう出てる方をこう見てたわけです。でこれをこっち配線が出てない方、差し込む方から見れば逆、それだったら合ってるよねっていうお話。確かに。けどさ、配線出てる方がさ普通。まあ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 、そんなことは言いません。本当に僕は悪かったです。なんかね、ちょっと調子こいて50後期の配線は僕は調べてやったぜみたいなこと言ってたんだけども、まあ正しかったということで申し訳ございません。そりゃそうだよね、前期後期でね、あの配線が入れ替わるとか、まあ、そうそうないと思うし、僕は悪かったです、申し訳ございませんでした。とりあえずあの取説通り、ちょっと見方だけ、ね、注意してください。で、まあ、あのシフトに変えるメリットっていうのが、まあ、どうだろうね、あそこをちょっと光がいろんな色にできるっていうのと、あと、まあ、シフトをレバーから、まあ、ボタンに切り替えられる、まあ、見た目が全然変わるっていうところかな。あと個人的にはそのシフトレバーよりレスポンスがいいかなとは思いました。それぐらいかな。だからなんだろうね、あれをつけたからといって何か性能が飛躍的にアップするとか特にない。もうほんとカスタムドレスアップなのかな。で金額はまあちょっと高いんだよね、4万円ぐらいするんだけども、まあそのちょっとガラッと何かを変えたいなと思った人だったり、あとシフトレバーのねレスポンスがちょっと悪いなと思っている方はぜひ検討してみてください。はい、とりあえずこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。